どうやって作ったんだ。新宿駅の迷宮のような構造に外国人が衝撃。今回は世界で最も忙しい駅で迷子になってしまったアメリカ人のご夫妻が投稿された動画からです。映像は新宿駅東口の駅ビルの地下にいる投稿者さんが100円ショップを探している途中で迷ってしまっているところから始まり、地下2階までショッピングエリアが広がっているという事実に冒頭から考えられないと何度も驚きの声を口にしています。結局新宿駅周辺で合計2時間ほど迷ってしまった。駅周辺には米国のモールと同規模のデパートがいくつも存在すること、新宿駅の1日の平均合計利用者数が約400万人、実際は約360万人であること、駅の出口の数が200近くあることなどにも言及されており、新宿駅単体だけでもアメリカのどの都市よりも巨大だとおっしゃっています。終わりがないと投稿者さんも繰り返していた駅と街の規模に、映像を見た外国人からも驚きの声が多数寄せられていました。